本日は李氏朝鮮における歴代の王たちの性生活に関するお話です。李氏朝鮮を含めた君主制で国を治めた国々は、最高権力者の食欲と性欲をはじめとする人間としての本能的な欲望を非常に重要視しました。食欲は王の健康状態と直結し、性欲は後継者すなわち王子を産み増やすことにつながったからです。食欲に関連する話の中で、ヨンサン軍という王のエピソードを例に挙げると、ヨンサン軍は王であった初期の頃、臣下を連れて父であるソンジョンの墓地を訪問した時に母が廃位され処刑されたという事実を知り、その日の食事を拒みます。当時の朝廷では王が一日食事をしなかったということで、大臣たちが大騒ぎになりました。実際李氏朝鮮の歴代王は一種の断食行動を朝廷を揺るがす武器としても使っていたのです。ヨンサン軍の食欲に関するエピソードをお伝えしたので、性欲についてもエピソードを一つお伝えしていきますね。ヨンサン軍は韓国の歴史上代表的な暴君として有名です。そして性欲がとても強かったと評価される人物でもあります。実際に1万人余りの宮廷の芸者を抱えるだけでは飽き足らず、臣下の妻にも手を出し、さらにはその家族にまで手を出したという記録があります。しかしヨンサン軍の逸話はそれだけで李氏朝鮮王の性生活を非難するにはあまりにも極端すぎるケースです。ですが実際はヨンサン軍が少々度を超えていた程度であって、他の王たちも基本的に今の倫理とはかなりかけ離れた生活をしていました。李氏朝鮮では王が性交渉をしないと大変な騒ぎになりました。子供ができない時はありとあらゆる祭祀を執り行い、迷信までも信じて全てやってみるほどの大事件に発展したのです。男だけが王位を継ぐことができたため、娘ばかりが次々と生まれても大事になります。このように重要なことであるだけに、李氏朝鮮の王は性交渉の管理を受けました。管理というと少しおかしいですが、国の重大事であっただけに力を注いだのです。では李氏朝鮮王の性生活はどうだったのでしょうか。本格的にお伝えしていきましょう。王たちの性生活は王子を産むことにつながる国の重要な行為であっただけに、王の好きなようにむやみやたらに寝ることができませんでした。単純な快楽のために寝床を共にすることが原則としてタブー視されていたほどです。寝床を共にする相手さえ自由に決められなかったほどで、王はテジョンサン軍という女官が選んだ女性と一夜を過ごさなければなりませんでした。選抜はテジョンサン軍が直接王と寝床を共にする候補の運勢を占うことによって行われました。王がどんな女性といつどこで一緒に寝たら有能な王子を産むことができるかを基準に選んだのです。つまりテジョンサン軍が王の相手を決める権限を持っていたといえます。そのためか出世を望む家紋ではテジョンサン軍に金銭的な賄賂を渡しました。運勢はお金をたくさん渡した家紋に傾くことになったのです。候補生である女官たちも同じように王の寵愛を受けて側室になることを望みました。王と関係を持つ相手に選ばれ、息子を産めばその瞬間から一気に出世街道を進むことができたからです。そのため女官たちは王と寝床を共にするための修行をしたりもしたのですが、常にかかとを上げて歩いたり、お尻を浮かせたまま雑巾がけをしたり、へそに氷水を浴びたり、あるいは手を使わずに熟れた柿をしゃぶったりもしました。いざ寝床を共にする相手が決まれば、王の寝室に寝具類とおしぼり、そして紙瓶と炭を吐くための壺を幼い女官が準備します。そしてろうそくをつけて暗くならないようにしておきます。王の寝室はガンニョンジョンと言いますが、これは朝廷を象徴する宮殿の名前をキョンボックンと名付けたチョンドジョンがつけた名前です。ここで言うガンニョンは儒教の基本経典の一つである諸教から出てくる5つの幸福、すなわち五福のうち3番目の孔明から取った言葉です。3番目であり中間にあたる孔明を取ってくることで残りの服も一緒についてくるという包括的な意味が込められています。また孔明は宇宙万物が生成される以前の根源である中庸状態であることから、人間の持つ食欲や性欲などの本能的欲望が発生しないという意味もあります。ガンニョンジョンの位置もキョンボックンの中央に位置させたり、ガンニョンジョンの寝室までイの字の形にしてあります。文字通り本当に真ん中なのです。だからといってガンニョンジョンはただ王子を産むための目的で作られたのではなく、一人でいる時間があまりない王のための生活空間としての意味もあります。簡単に言えば王自身のための空間なのです。いずれにせよ準備が終わったら、お母さんやおばあさんくらいの年の宿直の三軍を除いては皆寝室を去ります。
宿直の三軍は中央を除いた8つの部屋に1人ずつ入り、王子ができる最適のタイミングを探すために王の性関係に直接関与しました。その上、体を横にねじって行ってくださいと言いながら姿勢合わせを行ったりもしたのです。しかし王も同じ人間なので、関係を持つ途中で快楽に酔った姿を見せたりすると、そんな時に三軍は必ずお体のことを考えてやめてくださいと言って静止しました。王も大変な職業でしたね。人々が見るという点では、古代エジプトでファラオたちがナイル川で自慰行為をしていたという話もあります。ファラオたちのパフォーマンスは一種の雨乞いだったので、性質がかなり異なりますが、熱い視線に耐えなければならないという点では似ていますよね。とはいうものの、先ほどお伝えした手続きは原則的にそうだったということであって、王も人間なので毎回守るというわけではありませんでした。手続きを省略してやりたいようにやる場合も多かったのです。実際、強力な王権を持っていたショクチョンの時代は、臣下たちから美女に警戒してほしいと上訴されるほど夜を楽しんでいましたし、ヨンサン軍の父である孫ジョンは古代中国の皇帝に例えて、昼は行春のような聖人、夜は血中のような暴君という意味で、昼行春、夜血中と呼ばれるほどでした。勉学と武芸のみならず、飲酒や宴まで全て愛したという意味です。孫ジョンはそのあだ名にふさわしく、昼間は渓谷大典という法典と東国津巌という歴史書を編集するなど、祭りごとに秀でた部分があった反面、夜はほとんど毎晩のように側室をはべらかしたり、芸者たちと交わったりしました。まあ数字上から見ても、在位25年間で王侯3人含めて計12人の妃嫔を持ち、16男12女を設けたのですから、十分信憑性があります。公的な仕事はさておき、私生活を見るとやはり血は争えないという話も後に出回ったほどです。このように王の人間的欲望を節制させるのは難しいことでした。寝室を真ん中に配置し、部屋の中に縁起のいい文言が書かれた屏風を置いて王に進言しても無駄でした。さらには王と臣下が経典を読みながら討論し、学問を収める対抗戦を夜に開いたりもしました。王が寝床を共にするのは夜であるという点を利用したのです。話が通じなければ力を使うように、精神的なコントロールができないので行動自体を制限しようとしたのです。しかしこれも王が一方的にサボることができたので、さほど大きな歯止めにはなりませんでした。特に四三軍はよくこの種の行事をすっぽかしていたといいます。王が長生きできなかった理由は、あまりにも多くの性交渉を行ったからだという話もありますが、李氏朝鮮の王たちは何歳の時から性生活に目覚めたのでしょうか。まあ最近の言葉だと、初体験がいつなのかという話です。李氏朝鮮の歴史を見ると、王は大抵10代に入る前後に婚姻を行いました。たかが10歳の子供に何がわかるというのかと思われるでしょうが、その通りです。何も知らない年でもありますよね。実際ヒョンジョンが10歳になった皇太子を婚姻させようとすると、臣下が反対した記録があります。臣下は、王の婚姻は一般庶民のものとは異なりますが、王といっても体に血が流れているのは同じことです。皇太子が生まれつきの資質を持っているのは事実ですが、今やっと10歳になったばかりです。婚姻すると2、3年以内に肉体的な関係を持つようになることを踏まえると、どうして10歳が妻をめとる年だと言えるのですかと訴えました。それでは、王たちが婚姻ではなく性的な関係を持ち始めたのはいつ頃だったのでしょうか。これは李氏朝鮮時代の代表的な医学書であり、ユネスコ世界記録遺産に指定された東夷法巻を通して知ることができます。東夷法巻には、男が16歳になると腎臓の気が旺盛になり、精液があふれ陰陽が調和する、したがって十分に子供を持つことができると書かれています。つまり9歳でも10歳でも早い年齢で婚姻をしたとしても、通常関係を持つのは16歳になってからでなければならなかったということです。しかしいつの時代にも例外は存在します。9歳の時に婚姻を結んだ孫ジョンは、正史時代に性教育の一種を受けたという記録があります。衝撃的なのは、文章で学んだのではなく直接体で学んだということです。記録を見ると、精子の年齢は少し上がったが、キュウリのように垂れて大きくなることがなかった。婚礼をする年になったが、男の道理を全うすることができず、明成皇后は狂ったように嘆いた。ある日、明成皇后が王妃に頼んで、精子に肉体的な関係の持ち方を教えるようにし、ドアの向こうから大声で、できたか、ダメか、と尋ねた。王妃は、ダメです、と答え、明成皇后は2回ため息をつき、胸を叩きながら席を立った、と書かれています。
これは大韓帝国末期の学者である光源が書いた媒染野録の一部ですが、記録文とは言っても聖史はもちろん野史としても扱われない記録ではあります。この記録とスンジョンが子供を持つことができなかったという根拠から種なしだったという説もありますが、信憑性が低いので面白半分で聞いていただければと思います。最後に遠い宝冠の記録の一部分を話して終わりにしましょう。前述したように王の性生活は国の未来、つまり王妃の妊娠につながったため、性医学に大きく依存しました。天と地の陰陽がよく調和して万物が作られるように、親の心と体が健康であってこそ健康な子供が生まれると信じられていました。それに加えて李氏朝鮮時代の名医ホジュンは性医学をもとに次のような面白い記録を残しています。男女が一度交わると精気が半分なくなる。精気を消費した後に十分に補充されないと体が疲れる。それゆえ欲情のままに行動してしまうと精気がなくなり、精気がなくなると気力が弱まる。気力が衰えると病気になり、病気になると命が危険にさらされる。つまり精気は人の体で最も重要な宝物であるということなんですね。李氏朝鮮王たちの性生活に関する話、今回はここまでです。